380系電車アベリオスコットレールは、スコットランドで列車運行を行うイギリスの列車運行会社である。オランダ国鉄市会社のアベリオが所有し、2015年4月1日より、スコットレールの営業権にて運行を開始した。2013年11月、ファーストスコットレールの営業権満了に伴う、次期営業権の入札候補に、アベリオ、アリーバ、ファーストグループ、 香港鉄路及びナショナルエクスプレスが名乗りを上げたことがスコットランド運輸省より発表された。2014年10月にアベリオが営業権を獲得した。営業権は2022年3月31日までの7年間であり、さらに3年間の延長オプションが行使できる。従来のファーストスコットレールの営業権のうち、寝台列車、 カレドニアンスリーパーを除くすべての列車の運行を継承した。カレドニアンスリーパーは営業権が独立し、サーゴ社による運行となる。スコットランドの346駅をアベリオスコットレールが運営する。グラスゴープレストウィック空港が所有し運営する、グラスゴープレストウィック空港駅、及びネットワークレールが管理するエディンバラウェイバリー、及びグラスゴーセントラルについては含まれない。 アベリオスコットレールはロッカビーも運営するが駅を通じてサービスは行わず、現在決定している日付にイーストコーストが運営しているダンバーを引き継ぐ。ファーストスコットレールから継承した以下の車両を使用している。385系電車アベリオスコットレールはエディンバラグラス号間の近代化計画の一環として行われる電化に伴い、 2017年12月より3両編成46編成及び4両編成24編成の日立製作所 AT-200 を385型として投入する。営業権3年間延長のオプションが行使された際はさらに4両編成10編成を発注する。また、エディンバラ、グラスゴー、アバディーン及び インバネス間の長距離列車に2018年12月より27編成の HST 改造車を投入する。保有車両は、エディンバラヘイマーケット、グラスゴーインストフィールド、グラスゴーシールズロード、コーカーヒル及びインバネスの各車両基地にて維持保守される。ありがとうございます。